<TV> こんにちは、サイフォン TV です。す、えー。ごご視聴ありがとうございます、えー、このところですね、えっと、スライドショーでイギリスのダムを巡ってきた話を、えー、お送りしていますが今回で5回目ですね、えー、と2018年の6月に、えー、イギリスに行きまして、えー、5日間ぐらいかな、えー、とイギリスに行って、えー、ダムを巡ってきた話をしてるんですけど 当時はですね、すいません、まだちょっと動画をやっていなくて、まさか YouTube やるとか思ってなかったので、えー、ほぼカメラで撮ってきた写真しかないので、えー、スライドショー形式でお送りしております。えー、今回5回目で、えっと、エランバレウェールズにあるエランバレーという、えー、ダムが密集して、古いダムが密集しているエリアがあるんですけど、そこに行ってきた、えー、話で4回目ですかね、になります。じゃあ、えっと、今日も、えー、っと、もしよろしければ聞いてください。 えー、2018年の6月中旬、えーと、簡単に振り返りますと、2018年の6月中旬にダムを見にイギリスに行きました。で目的地はウェールズの南部にある場所です、えーとね。この辺がバーミンガムから直行すると車で2時間半ぐらい。でロンドンからだと4時間ぐらいかかるみたいなんですけど、えー、僕はバーミンガムから行きました。えー、場所がですね、エランバレーという場所です。えー、っとここがですね、 約100キロ離れたイギリス第二の都市バーミンガムに、えー、水を供給する目的で開発された場所です。えっと産業革命が起こったまあ、後にですね。バーミンガムの人口がすごく増えまして、人口増えて。あと産業もいろいろ起こりまして、バーミンガムはあの水がまあちょっと足りなくなってきたということで。 えー、この1 0 0キロ離れたエランバレーという丘陵地帯なんですけどここが、ね、年間の降雨量も結構豊富だということでここを開発してダムを作って貯水してその水を水路でバーミンガムに送るという計画が作られまして作られたのがエランバレーのダム群です。でここはですね5基全部で5基のダムがありましてそれから、えー、ともともとダムがあったけど今はもうなくなって てしまったダム跡とそれから作ってる途中で放棄されて結局完成しなかった未成ダムが1箇所ずつありますでます、あ、でそんなところそんなエランバレーを見てきたんですけどこれまでにねこの6箇所を見ました。 で、いえー、っとここがですねこのエリア最後のダムでもありそして作られた時代的にも最後でさらにねあのダムのタイプとしてもその形式としては世界で最後に建設されたダムだろうと思われるんですけどそのダムにえー、行きます。 でね行ってみると、まああのこの丘陵地帯のね中を,を通る一本道なんですけど、もうね、普通に周りは羊とかが放牧されている、まあいわゆる牧場なんですかね、えー、のエリアをこう進んでいくんですけど、このはねカジュアルに道の真ん中に羊がね、普通にその辺を歩き回っていました。で、まあ、車が来てもね、全然避けないので、まあノロノロノロのロ気をつけながら進んでい,っていく感じです。まあとはいえね、ここ,こが、 ね、彼らのホームなので、まあ、こちらもね、あんまり、あの、むしろね、お邪魔してるのはこっちなので、まあ、ゆっくり行きます。えー、子羊かわいいですね。万が一ぶつけたら大変なことになるので、まあ、ゆっくり進んでいきます。で、周りはこんな景色ですね。もう選ばれ全体的にそうですけど、川と草原と丘陵地帯以外はもう何もない感じです。で、まあ、よく見るとね、ここは右奥の方に牧場の旧車みたいなものもあるんですけど、 まあでもね、まあ、こんな人工物がほぼ何もないような場所でね、現実逃避に本当に最高な場所です。本当にのどかな雰囲気。あの羊の後ろの方にベンチがありますけどね、ああ,あいうところに、ね、座って一日中こう川の流れと雲と羊を見て過ごしたら、まあ、いろんなことどうでもよくなるんじゃないかなと思ったりもしました。で、この場所からですね、えっと、この川に沿って上流の方にちょっと進むと、 こんな感じの景色になってまして、左の建物はね、牧場の施設のようなんですけど、まあ、右の方にね、森の奥に何かありますね。はい。というわけで、ダムがここにあるわけです。で、今この写真撮ってる場所ね、ここ実は駐車場で、えー、ここから歩いて向かいます。まあ、それにしてもね、この周りののどかな景色の奥に潜むこう迫力っていうのがなんかものすごいものがあるなと思いますが、で、近くに向かって歩いていきますと、 まあこんな感じでね門が一瞬閉まっているのかと思ったんですけどこのダム行く前にいろいろ画像検索をするとこのダムの直下から撮った写真がねネットにたくさんあったんで期待して来てみたんですけどなんてねこうイギリス編の,この最初からご覧くださってる方はもうお分かりだと思うんですけどまあこういうね車を止めてる大きい門があってもその脇にちっちゃい門がついててそこが入れるようになってるんですけどまあここはねすでに小さい門すらない。 普通に横から歩いて入れるっていう状況になってました。というわけで、えー、ランバレー最後のダムに到着です。えー、中はねあの、いろいろちゃんと整備されててあの、歩道があってね、歩き回れるようになってました。で、えー、このダムがですね、えー、クラエルウェンダムですかね。クラエルウェンダム。えー、抵抗56メートル、えー、低長長355メートル。 抵抗とか低調調ともにねエランバレーのダム群の中では最大ですねあと貯水量も最大ですでえっとね車好きの人はねもしかしたら知ってるかもしれないんですけどあのイギリスのテレビ局の BBC というテレビ局がやってる「トップギア」っていう車の,あの情報番組があるんですけど えー、そこの番組でですね何年か前にあのリチャード・ハモンドっていう出演者がいるんですけどもう今ね出演者変わっちゃってるんですけど何年か前にねその出演者の方がランドローバーに乗って、えー、ウインチでね洪水きをこう登っていくという企画の撮影で ここが使われましたあの YouTube でね検索すると出てくるので、まあ、なんかちょっと興味がある人は見てみていただければと思いますが、えー、このダムがですね1952年完成、これね、ね注目ポイントが、ね、これなんですね。えっ、ー、と完成が1952年というところなんですで。昭和だと27年で、つまり第2次大戦の後なんですね。で他の今まで見てきた他のエランバレのダムは1904年。 ほぼ全部1904年完成なんですね。えー、とっと1904年というと明治37年になる,なるんですけどだからこのダムだけそれより50年近く後なんですね。でこのダムの計画自体はあの戦前からあったようなんですけどまあおそらくねあのちょっと戦争があったりして後回しになって、えー、戦後のバーミンガムの復興に合わせて作られたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、詳しいことはちょっとよくわかんないです。 で、えー、ここもですね、あの、このエランバルンダム、全体的にそうでしたが、えー、カバンコホダムのところの動画でも話しましたけど、流れてる水がね、結構黒っぽいんですね、コーヒーみたいな色をしていて、あのー、ね、このブラックウォーターっていうらしいんですけどね、おそらく、この上流にね、データン層って言って、まあ、ピートーとも言いますけど、あのー、まあ、なんていうんですかね、泥のような石炭、あの、まあ、僕は本物ちょっと見たことないので、あんまりよくわかんないですけど、そういう地下の層を通り抜けて、 あの出てきた水が、まあ、こういう黒い水が多いというふうに言われているみたいです。で、えっと、停滞はね、天馬がこう幅広の越流部になっていて、中央部だけね、階段状になっていて、いわゆるカスケードになっているんですね。で、画像を検索すると、越流している写真もたくさん出てくるんですけども、本当に美しいですね。まあ、もちろん、越流してなくても美しいんですけど、で、下の方に放流するこのバルブかゲートがついてますね。 あの、扉のある建物がその機械室になってるんじゃないかなと思います。というわけでね、まあ、ここがま、選ばれ最後なんですけども、本当にこのダムを見たくて見たくて、あの、楽しみにしてきたんですけども、10年見たかったダムを、あの、まあ、20時間ぐらいかけて見に来て、もう本当にね、この場所に立ってね、うわ、すごいすごいっていう言葉しか出ないっていうぐらい、こう、なんというか圧倒されましたね。本当に、あの、本当にすごい迫力、あの、 えっとこれまで見てきたエランバレーのダムがだいたい抵抗が何メートルでしたっけね30何メートルっていうダムが多かったんですけどまあここはそれよりもちょっと大きくて50何メートルっていう大きさがあってまあその大きさもそうだしまあ横幅の幅も広いっていうのもあるんですけどあとねこの越流部の大きさとか真ん中の階段部分の造形とかもうね全てが本当に全てがね美しいし。 あの迫力がすごいし歴史を感じるしなんかもう本当とにとにかくすごいっていう言葉しかね出ないような状況でしたで下の方を見るとものすごい勢いで放流していましたこの柱の部分の水面下にどうも放流口があるみたいちょっとねバルブなのかゲートなのかはよくわからないんですけどでまあおそらくこれはあの下流への補給用の水をあの放流しているんじゃないかなと思います しかしなぜねあの戦後なのに石積みダムなのかっていうところがねやっぱり気になりましてこれがねさっきも言いましたけどエランバレーの他のダムより50年も後に作られてるんですけどこの頃ねすでに型枠というものが登場してきてでコンクリートの研究も進んだのであの石積みダムっていうのはね本当にあに貯水ダムでは廃れてる作り方なんですね。 あの石積みっていうのはあの別に表面を飾ったりあの強度を増したりとかっていうために石が積まれてるわけではなくてあのコンクリートのね型枠として石が積まれていてその積んだ枠の中に石を積んだ枠の中にコンクリートを流し込んで内側でコンクリート固まりますから表面の,あの型枠の石が外れなくなるので、まあ、それでねあの一体化してあの停滞になるという感じなんですけど。 まあ、いわゆるね普通の重力もうこの頃はいわゆる普通の型枠で作る重力式コンクリートダムの時代になってるんですねで例えばなんですけどイギリス編に行く前にイギリスに行く前に公開した、えー、と日本の新潟県の鹿野瀬ダムっていうダムをあの紹介しましたけどあそこはね20年以上前の1928年に完成なんですねでその他にもですね今までサイフォン TV で取材した中ではこのダムが作られている同時期 に日本でも作られていたダムを挙げると例えば丸山ダムとかそれからあの、えっと、フラッシュ放流をやっていた怒りダムとか、えっと、あの辺りがねこのダムとほぼ同じ時期に作られて建設されてるんですね。というわけでねこんなあの石積みの、ね、ダムをもう作ってる時代じゃなかったんですねこの時代は。なんでこのダムがこの時期にこの時代に 石積みで作られたたののかっっていうのがす、ね、すごく謎だったんですねで現時ではもちろんそれは分からなかったんですけど、まあ、それでもねあちこちこうやって見てみると他のエランバレーのダムにはないポイントもありましてこんなねあの停止土流壁の下の部分がね部分的にコンクリートが使われていたりこれはもうあの今の日本のダムなんかでも同じような方式になってますけどこのコンクリートでね階段状に作ってそこの上を水がこう流れ落ちていくっていうような形構造ですけど。 ほぼね、石積みで作られていて、天板の大部分が越流部だったり、低ド流部壁みたいな構造だったり、基本的なデザインはエランバレーの他のダムと同じなんですけど、よく見るとね、一部分がコンクリートが使われていたり、ちょっとなんかやっぱ時代の流れをね、感じるんですね。あの これはあのこの前の動画で紹介したペンあこれねペンアガレグダムとかいうらしいんですけどあのえっとコメントいただいたんですけど、えー、カバンコッホダムやクレイグゴッホダムも同じようにこの部分が石積みで作られていましたというわけでまあちょっと時代のね流れを感じてでまあこのようにねコンクリートを使う技術はもうすでにこの時期あるはずなので まあ、コンクリートも使いつつ、停滞の雰囲気を他のエランワーレのダムとわざと似せたのかと、このね、わざともう石積みとして作ったっていう以外で、停滞を石積みにしている理由がね、ちょっと説明できないんですよね。で、まあ、現地をこう、いろいろ歩き回って見てるんですけど、まあ、放流設備のね、この操作室の前までこう近づいていけたりとかできまして、まあ、あの、本当に間近でダムを見ることができます。放流もね、この目の前で。 眺めることがでできるんですけどこの下の方からの放流はもちろん越流もこう至近距離でで見られそうです僕が一旦ねこの時期は残念ながら越流はしてなかったんですけどでも越流してる写真はねネットでいっぱい検索すると出てくるんで、まあ、割とよく越流してるんじゃないかなと思います。あの放流設備の操作室まではね、えっと、石積みの橋があまあもしかしたらこれは えっと石,積み石はあの装飾でコンクリート橋かもしれないですけど、まあ、そんなようなねあのアーチ橋みたいな橋がかかっています。で、えっとね、このダムですねあの実は結構歴史的なあのダムであのエリザベス女王ってあの今の女王ですねエリザベス二世女王ですかねが即位して実はね最初の公務がこのダムの竣工、えー、式。 だったそうなんですね、えー、1952年2月に、えー、と父ジョージ6世が崩御して王位を継承したらしいんですけど、まあ、即位されて、えー、その年の10月に最初の公務としてこのダムの竣工式に出席してスピーチをしたそうです。でねこの時の模様も YouTube などに当時のニュース映像が残っているので興味がある人は見ていただければと思います。 で、えー、現地をまあそのまま続いて歩き回ってるんですけどあのねこの右岸側あ,あ違う左岸側のこの斜面のところあのまあ普通ね大体こういう斜面は立ち入れない,ないですけど、まあ、通路以外の場所はねやっぱり立ち入り禁止なのかなと思ったらあの停滞脇の斜面には柵がありまして通路以外の場所はね立ち入り禁止なのかなと思ったらなんかこんなねステップが作られていてあの人は乗り越えていいのかなこれはっていう感じ。 柵の上の方を見るとなんか犬のマークが犬のシルエットが描かれていますけど、あのー、もしかしたら、ね、これは犬の立ち入りを防止する柵なのかなとかちょっと思ったもしくは羊が、まあ、立ち入らないための柵なのかなちょっとわかんないんですけど、まあ、でもねあの丁寧にステップには滑り止めもつけられていてあのどうも人は乗り越えて良いような感じだったのでちょっとこの上を越えて斜面を登っていくと。 ここんな感じでで、ね、を横から眺めることもできますで、えっとね。現地では分からなかったんですけど帰ってきていろいろ調べたりとかあとあの専門家の方にお話を伺ったりとかいろいろしたんですけどやっぱり、ね、この停滞はあのエランバレーの他のダムと調和させるためにあえて石積みでどうも作ったらしいということです。 またね、あの石積み停滞をこうイギリスっていうのは数多く作ってきたんですけどこの、ね、エランバレーのこの、えー、とクライウェルンダムを1952年に作るのにもうこの地で他に石積みダムほぼ作られてないので石積み停滞を数多く作っていきたイギリスが世界で最後の石積みダムを作るという何、えー、て言うんですかねプライドですかねを持って、えー、石積みダムの、ね、建設を締めくくるというような意味合いがどうも強かった。 みたいですなのでねこれはもう本当にあえて石積みダムのイギリスの石積みダムというものを示すためにあえてこの形式で作られているということみたいですね。ただまだ、あ、時代的にですね戦後の復興であの腕のいい石職人はロンドンなんかのね都市部の仕事に関わって都市部の復興の仕事に関わって いたそうで職人が、ね、足りななくてあのイタリアから石をを呼んで建設をしたというようよ話も伝わっていま,すまあだからなのか分かんないですけどなんかねそれまでのエランバレーの他のダムと比べてねどことなくちょっとねこの石積みが洗練されているような気もするんですよねなんかそのせいかなっていうまああとはちょっと50年ぐらい時代が経ってるっていうのもあると思うんですけどあのなんかね他のエランバレーの今までのエランバレーのダムと比べてちょっとね洗練されて ってるなっていうようよな気がします。で、ね、部分的にこうコンクリートを使用したりとかして、まあ、石積みダムとしては、まあ、最後っていうのもあると思うんですけどもう世界最先端の設計だったんじゃないかなと思いました。というわけでですねこれはつまりユナイテッド・キングダムのプライドの塊の停滞というすごい存在なんじゃないかなと勝手に想像しました。 もうねあの、もちろんねあの現地ではねあのそんなことは知らなかったんですけどでもねもうなんか圧倒されてねもうしばらく座ってなんかもうボーっと眺めちゃいましたねここは本当にもうため息しか出ない。 っていう感じですねもう周囲の光景との対比とかあの他のダムとの統一感とかねそれから時代背景とかあのダム先進国としての意地とかねそういういろいろなものを感じることができてであとそのイタリアの意識を呼んだりとかっていう異なる国との技術の融合もありましてなんかねもうちょっと迫力がすごすぎると成り立ちとして美しすぎるなと思ってあのなんかねちょっとここで座って本当に2 3 0分ぼーっと。 座って眺めてるっていうような至福の時間を過ごしました。というわけでね、あの、ぜひ、クライルウンダム行ってみてください。イギリス行ったらね、ここはマストです。と思ったんですけど、ちょっとね、大事なことを忘れてまして、えーとね、あ、そうだ、天板に行くのを忘れてたなと思いまして、すっかりなんかもうここまででお腹いっぱいになっちゃったんですけど、まあ、行けるならね、行かないわけにはいかないなということで。というわけで、えー、斜面を登っていきまして、 で、斜面の上の上方ににはね、ここにもね、ここもスペックが書かれたレリーフがあります。なんかねレリーフっていうのがヨーロッパっぽいなぁとなんかつくづく思いましたまあねでも確かにこう、あの、看板ねプラスチックとかで看板作るとなんかこう、塗装が消えちゃったりとかいろいろするんですけどあの、これならねノーメンテで長期間持つから屋外の展示にはレリーフっていいのかもしれないと思ったりもしたんですけどというわけで歩いて天場に やってきましたで、他のダムにも付いていたね、この看板が、ここにも設置されていまして、でね、なんかね、この上の緑色の文字がね、こうなもうなんかちょっとよくわかんないんですけど、クロンファ・ドゥアーみたいな感じで <laughs> 書いてあって、英語じゃないので全然わかんないんですけど、これはウェールズ語で、まあ、貯水池、まあ、英語でいうリザーバーですね、下に青い文字でリザーバーって書いてありますけど、ウェールズ語で貯水池と書いてあるそうです。 大体ねウェールズはこういう看板公共の看板は大体どれも、えー、ウェールズ語と英語の、えー、と2つ書いてありました。であのこのね天板を見るとこう欄干がねあの今まで見てきたあの例えばですけどこの1個前に見たクレイグ・ゴッホダムみたいにあの細かい沈みではなくてあのなんかブロック状になっているっていうところはなんか進化のポイントなのかなと思ったりしまして。 そのまま電場を歩いていくと、天波はね、道路になっていて、輪だちを見ても分かるように、車が1台通るのがやっとぐらいの幅ですね。ただし、えー、両側に歩道もあるような感じです。で、まあ、この写真を見ると、この空の色がね、すごいイギリスっぽいなぁと、まあ、イギリス初めて行ったんですけど、なんかこう、イギリスっぽいなと思ったりしました。あと、こう、若干停滞カーブしてますけど、まあ、ここはね、アーチダムではなくて、えーまあ、おそらく曲線重力式コンクリートダムかなと。 思いますで、えー、貯水池の景色はこんな感じで今までの、ね、ダムも貯水池の方何もなかったんですけどここはね本当にももう地の果てまで何もないんじゃなないかなと思えるような光景でした本当にねあのまあこの日平日だったってこともあるんですけど僕以外はほぼ誰もいないしさっきなんか天場に見物している人がちょっといましたけどもう本当にね人も本当に全然いなくて何周り何にもない牧場以外何にもないような。 場所でしたまあ実際地図で見てもねほ本当に何もないんですけどで天場を歩いていくと、えー、おそらくね真ん中辺におそらく装飾以外に理由がないんじゃないかなという塔が立っていましてこれがねなかなかかっこいいですねあのいわゆるエレベーター塔とかではないと思いますえっと入り口もドアみたいなものもなかったし、えっと、取水設備の機械室にしてもまあ,これあの小さすぎるしおそらくこれは、えー、階段でもなくて 多分装飾なななんじゃいいかなと思いますがあとね天場の真ん中にこう展望台がついてましてまあもっとねこうシンプルなダムかなと思っていたのでこれはちょっと嬉しい誤算でしたで天場から下を眺めるとですねこんな感じでもう左右対称でねもう非常に美しいですね石積みの模様があのあとこの水の流れるラインがねこうやっぱ美しいですねすごく。 でそこからこう下流を見るとこんな感じでもうねあの本当に丘陵しかないんですよねこうドローン飛ばしがいがあるあの本当にドローン飛ばして上から見たいなって思うような景色次来る時はね本当にちっちゃいドローン買って絶対持ってきたいなと思いますが、えー、右岸からで右岸側まで歩いてきましてこう右岸側からね見るとこんな感じもうなんかまるで本当に絵画みたいな 景色だなと思いますで上流側を見るとこんな感じであのー、そうこれね思ったんですけどあのコンクリートダムはねこれからも何箇所かこう今も作ってるとこありますしこれからも何箇所か出来たてを見ることはできるんですけど石積みダムってもうね出来たてが見られないので。 あのまあ、サボダムなんかでね、作られることは今、今後もあるし、完全に絶滅してるわけではないんですけど、まあでも、そういう情報を得るのは大変難しいしあの、そもそもサボダムこんな大きくないしあの、石積みダムの出来立てってどんな感じだったのかなってすごいね、興味があります。というわけで、えー、ここは飛行機に乗って、もう見に行く価値は本当に絶対あります。もちろんね、このダムだけじゃなくて、エランバレー全体がものすごく良いので、 えー、イギリスにに観光行行くくは是非行ってみてみださいただしあの選ばれね残念なことにね日本のガイドブックなどにはほとんど載ってないのであの行き方とかね向こうで行くならねあの朝から夕方まであの楽しんでほしいと思うので、まあ、この近くに宿泊するのがいいんじゃないかなと思うんですけど宿泊地の情報とかねほとんどあのガイドブックなんかでは得られないのでちょっとね調べるのが大変かなとも思いますけど、まあ、是非選ばれ行ってみてください。 というわけで、えー、ランバレーの全ダムを巡りました。こんなにね、狭いエリアに、これだけ美しいダムと景色がこうぎっしり詰まっている場所もね、世界にそうないんじゃないかなと思います。本当にここは自信を持って、あの本当にね、100メートル超えるような巨大ダムはないですけど、でもあの、古い、なんていうんですかね、趣のある、えー、すごく雰囲気のいいダムとか景色がたくさんあるので、 ここはね、ぜひ行っていただきたいなとあの興味がある方はぜひ行っていただきたいなと思います。あの本当にこの近くにね泊まって朝から夜までななんならもう2日間ぐらいかけてあのゆっくり歩き回ってみるのもいいんじゃないかなと思います。というわけで、えー、バーミンガムに戻ってきたんですけど実はね厳密には時系列がちょっと違っててエランバレーからバーミンガムに戻るときにあの戻りながら2箇所 別のダムに行ってるんですけどでそれはまあ次回ご紹介しますけどこの後がちょっとエランバレーとつながってる内容なのでちょっと順番を入れ替えたいなと思いますで、えー、とバーミンガムに戻りまして空港にまあ行くんですけどその前に市内にあるキャノンヒルパークというところに行きましたでキャノンヒルパークっていうのは、まあ、あの聞いたことある方なんてほとんどいないと思いますけどあの市街地からね車で10分ぐらいのところにあります あの空港がこの右側にあるとあの赤い丸の中で,で市街地はこの左上にある大きい赤い丸で、まあ、そこからちょっと南の方に10分ぐらいですかね来た場所にあるキャノンヒルパークという公園です。であのまあ池があってねあの森と池があって市民の憩いの公園というような感じで、まあ、日本でいうとねあの大きさとか雰囲気は。 まあ東京しかちょっと分かんないですけど、あの井の頭公園みたいな感じかなと僕はあの現地で感じました。位置的には、ね、井の頭公園よりもうちょっと都心にある感じなんですけど、でね、あの、多くの人がいまして、あの屋台の車が出ていたりねあの、公園内にカフェみたいな施設があったりして、なかなか賑やかな公園です。まあ、平日だったんでね、この日は、あの老人と子どもしかいませんでしたが、えー、多くの人がくつろぐような場所でした。でそんな、ね、公園の中を、 えー、歩きましてこのぐらい公園の隅の方へ向かって歩いていきましたで何で帰る前にねこの公園に来たかと言いますとこのねあの道を歩いていくと、えー、こんなレリーフがありましてこれねよく見ると、えー、ここまで「らんばれダム巡り」の動画を見てきてくれた方は わかりますよね、これね、えー、今まで出てきたダムが全て書かれているレリーフなんですねこれ、えー、カバンコッホダムが一番右側の方にありまして、えー、とそのちょっと上流にあってある沈んでいるキャレグ・ドゥ・ダムですかねあキャレグ・ドゥ・ダムって確か言うらしいんですこれもあのコメントいただいたんですけどそれからペンア,グペンアガレグ・ダムとか えー、クレイグ・ゴッホダムで今日見た、えー、とクラウエルンダムとかあ,のあとその途中でね作るのやめちゃったドルアミナハダムですかねとかも一応ちゃんと載っていたりとかして「アンフィニッシュド」って書いてありますね「完成しなかった」みたいな感じで書いてありますけどこんなレリーフがありましてその奥にね小さい池が。 あるんですあの。さっきの水鳥がいた池とは比べ物にならないぐらいの小さな池なんですけどこの池の周りをねちょっと歩いてみるとよく見るとねあのダムでせき止められているううよなな感じなんですねであの。これは何かと言いますとエランバレーはねバミンガムに水を供給する目的で作られたと最初に言いましたけどこのねこの小さな池をせき止めているダムを見るとねこれはカバンコホダムなんじゃないかなと。 あの実はねあのこれ僕何で知ったのかもうちょっと全然覚えてないんですけど何かで見かけてここも来なきゃって思ったんですけどどうやらあのバーミンガム市民にエランバレーを PR する目的なのかそれかちょっと逆にバーミンガム市民からエランバレーに対する感謝を示しているのかちょっとその辺はよくわからないんですけどこの公園の中にねエランバレーのミニチュアが作られてるんですね。あの今のカバンコホダムっぽい ダムの貯水池の中にあの水没しているダムらしき姿のものもありましてでさらにねその上流の方にもダムっぽいものが続いてますただねちょっと思ったよりねボロボロなんですよねなんか痛みが激しくてこれはその、えー、上流にあるペンアガレックダムなのかなあの右上にこの本物の写真を載せてますけど ななのかなとかとさらにその上流に、えー、クレイグ・ゴッホダムこれも右上に本物の写真を載せてますが、えー、クレイグ・ゴッホダムなのかなっていうようなアーチの橋がねちょっとだけついたりしてますけどただねあのー、停滞状の橋は壊れてしまったのか最初から途中までしか作ってないのかよくわかんないんですけどちょっと本物とは似ても似つかない感じではあるんですけどで貯水池もねドロッドロだしこの本物の美しさが1ミリもない感じ。 であのせっかくちゃんと公園っぽくね作ってあるんですけどもう少しどうにか、ね、ならないですかねバーミンガム市長さんと思ったりもしたんですがでさらにね一番下の、えー、とカバンコホダムっぽいダムの、えー、ともう一個別の支流の方を遡ると、えー、クライエルンダムがありましてもうこれは絶対にそうですねこの形。 まあでもそれにしてもねちょっとあまりにボロボロすぎて泣きたくなるなというような感じだったんでまあねちょっとここはねエランバレーに行った帰りに僕は絶対ここの公園にねこういうミニチュアがあるって話をなんか,なんかで見かけて知ってたので帰りに空港で飛行機に乗る前に絶対立ち寄ろうと思ってあの他のね予定をちょっと他の予定というか例えばバーミンガムの街の中を散策しようとかそういう予定をね全部やめてこの公園のこの えー、ダムを見ようと思って来たんですけどちょっとねがっかりもひとしおだなと <laughs> 感じでした、えー。駐車場も有料だったしねここは <laughs> というわけでまあここはねあの別に選ばれに行ったからといって立ち寄らなくてもいいかなとは思うんですけどまあでもあのもし興味があればあの見に来てみてはいかがでしょうか。はいというわけで、えー、イギリスにダムを見に来た話の第パート5ですかねパート5ですかね。 えー長いすいませんまた話が長くなってしまいましたがというわけでえっ、ー、とエランバレーはね全部終わったんですけどえっ、ー、と実はまだ続きましてえっ、ー、と次回はエランバレーからバーミンガムに戻る時にあの2箇所のダムに立ち寄りましてその2つのねダムもなかなかこう日本にはない形日本にはない姿の,あのダムだったのでその辺の話をぜひ聞いていただければと思いますというわけで、えー、この動画を が良ければいいねボタンぜひ押してくださいあとチャンネル登録それから SNS での情報拡散をよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうさようなら